皆さんこんばんこばは、えー、今日はですね、ゆるトークなんですけども、いろんなこと調べててね、あのー、もうあの、いや、今日はちょっとこっちやったほうがいいんじゃないかということでね、いろんなこと分かったんですけどね、あのーまあ、あの白旅族の,の鈴木ですね、鈴木になるんですけど、でいろいろ心配してですね、あのー、土曜日のニュース上一郎以来ね、 き、まあ、今日いろいろですね、ダイジェスト版も出してるんですけども、あのいよいよ皇室の乗っ取りを白旅族がかけてるんじゃないか、別に京都はね、あのゆかりの地であるのは間違いないしい、なんていうかね、御所もありますからね、あの皇室と関係が深いっていう、もともと深いっていうのはいいんですけども、むしろですね、もう、 おまあ、前にご紹介したとおり、総協計画ですか、あの双子の双と書いてですね、京,京都、東京、あした、双強国際構想という形で、えーまあ、しばしばあ皇室の方々、あるいは皇族の皆さんがあ京都に来ていただいて。 できれば長期滞在して最終的に住ま,い住まわっていただきたいという構想ですね、それでまあ京都の信仰をっ図っていこうと、京都は前にもその嵐山の鵜飼の裁判の時もいろいろ触れたように、ですね相当財政がひどいことになってるわけですよね、それでお金がジャブジャブ来るようにしようというのは、なんかもう、すごく京都の人と戦いになるようで嫌なんですけど、本当、皇室利用して立て直そうというね、なんかすごい。 どういうことを考えているなてこんなあからさまな皇室利用ないじゃないかということでびっくりしとったわけなんですけどで、まあ、そういう中でねエイミア殿下なんかはね あのーまあ、鳥の研究がお好きだということで、鵜飼のことで取り込んでいこうと、まああのー、山科鳥類研究所のね、えー、前の所長の奥野拓司氏は、もともと京都の人らしいですよね、放送作家出身で。で、まあ、京都市動物園の学術特別学術顧問もやってることもあるんでね、なんとかきっかけを作って、鵜、ま、飼、あ、文化を通じて、ですねなんか一般社団を作って、名誉顧問にね、 えー、エイミア殿下を置くという計画で、これは見事に失敗したわけですけどね、失敗して、なんか不思議な借金だけ残っちゃうと、借金はあの業者さんに押し付けてね、まだこれまた裁判続くみたいですよ、あのー、控訴したようですからね、でもこれほとんどもう詐欺的な案件になってるんでね、私もなんかこれはあただ置いといちゃだめだなと思ってるんですけど、まあ、そんなことをぐちゃぐちゃ言いながら、こんな構想があったんなら、これ危ないなと思って見てやってったら、まああのー、視聴者の皆さんからいろ 情報が来てっていうかね、ま私なんか新参者みたいなもんですからね、教わってやるんですけども、金井さんは知ってたけどね、まああの三笠宮の方の方から出られたですね、あきこ上殿下ですね。あきこ上殿下はもう京都にお住まいなんですね。で、あこれはもうあれなのかな、もう。 そういう意味では白旅族に取り込まれてしまったのかなと思っていろいろ改めて調べてみたらまさにそうでした。えー、びっくりなんだよね、これね。<laughs> あのー、まあこれ知ってる人は知ってると思うんだけども、おご自身がね、一般社団法人親友者、心を,心を遊ぶって書くんだね。えー、言うってのはでも散々いなんだけどね、親友者っていうのをお作りになって、まあこれ、ど、何やってんだろうと、まあなんていうかね、 えー、ワーキングショップみたいなのをやって、要するに子供たちに、あのー、本物のね、えー、京都や日本の文化に触れてもらいたいということで、えー、それを教えるということで、えー、仲間を集めてね、えー、やったんですよということなんですよね、なんか私もこれね、集めて見てみましたけども、ね、こ、え、れ、ー、じゃないな、どれだ、メモ作ったんだよね、僕はね。うん なんだかいっぱいかかっててね、もう大変なんだよね、これね。うん。じゃないね。うん、って。うん。いや、俺、これに書いたんだよね。あ、そうだ、これとね、本物の日本文化に触れる機会を子供たちに提供したいとの、秋子女王殿下の思いに共鳴した有志で設立したのがあ、一般社団法人親友者であると。で、でなんかこの京都でね、あの、講演されるときにね、 えー、フィールリアルって言われるんですよね、アキコ女王殿下はね。フィールリアルとは、本物に触れる、感じるっていう意味ですよね。で、これをまあ、一種の信念にされてるようですけどね、でもね、これね、集まってる人見たらすごいんだよね、これ。総裁をアキコ女王がやられてるとしてですね、まあ、場所は京都府の八幡市に作ってるんですが、理事なんか見るとですね、もうまさに太宰府天満宮の神職ですね。 えー、なんと菅原道真嫡流の40代目にあたる西高辻信弘さんっていうね親職の方だったり、えー、それから出雲大社のこれは親族なんだよね、千家典彦さんだよとかね、こんぴら様ね、琴平宮のですね第23代宮司のね琴岡康弘さんとかね。 えー、東京大神宮の権宮寺も入ってるんだけどもね、まあ、こういう形でね、理事が入ってると。で、相談役とか顧問もすごいんですよね、千、ま、賀、ああのーまあ、さん入ってるのはすごいけど、顧問の方はね、えー、宣言室大総称っていう、要するに裏宣言のお前家元ですよね、この人もいろいろ絆を流した方ですよね、えー、それから田中恒紀夫というですね、石、えー、清水八幡宮の宮司。 えー、まあその他ものものですねあのはっきり言うと白旅族の大物がみんな入っててあ京都でこんだけ後ろ盾があるもんだったら何でもできちゃうなと、えー、一体で、ね、これどうやって金集めてるのとか思ったんだけど結構集まるみたいです、あのー、それからまあこれにとどまらずですね、あのー、まああのー 京都そのもののね、あの授業にもトップ率から使ってらっしゃるんですよね。公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローっていうのがあるんですよね。長い名前でね、なんじゃそれあとはどこでもそんなのあるじゃんと思うかもしれないんだけどもこの、この団体はですね、京都府と市が作ってましてね、京都にね、京都の文化を発信して、 えー、国内外からお客さんをどんどん、えー、連れてきましょうというそう,、まあ、そういう財団法人なんですけど、まあ、ここにですね2015年頃から審判に明子女王殿下が。 古典フォーラムというイベントをきっかけにですね、お,あのお出かけになって講演されたり、あるいはあの交流をされてると。で、2021年からなんとですね、古典の日文化基金賞というのが作られまして、えー、検証委員会があって、これのですね、まあなんか総裁みたいな役割をもうやられてます。で、なんとですね、これちょっとびっくりしたんですけど、いや、誰をね、 これ表彰してんの、まああのー、京都の人ばっかり表彰してるんじゃないですよね、えー、全国各地、例えば京都とも交流してね、えーまあ、非常に文化の面でね、えー、あの貢献度が高い人を表彰しようというねこれ今、第1回のね、チラシを出してるんですけどね、小説家からですね、あの一番端の人はこれ、ブルガリアのなぜか ICU の教授なんですね。 ICU の教授なんですよブル,ガラ人ブ,ブルガリア人だけど日本文学の研究者なんですよね。まあ、そういう人を、まあ、日本の文学とか文化に造形が深くて世界にそういうのを紹介したりあるいはですね深める方にやろうということなんですが2022年はですね去年はなんとですね札幌大学のですねアイヌの研究グループですね えー、踊りなんですけどね、これはね、あのー、本田裕子さんというですね、あのー、北海道のアイヌ政策に非常にですね中心的にやってる方なんだけども、特にアイヌ語の研究ね、アイヌ語なんてないんですよ、実際は。あのー、部族が違うと子葉が違うんだよね、でもこれを拾ってですね共通語に仕立て上げちゃって、ですね、えー、これを公用語にしろなんていうね、もうありてに言えばですね歴史をまつ造して作ってですね、 えー、北海道を分断して北海道は全部アイヌのものだから改正みたいなことをやってる人に対して、えー、秋子女王殿下のを,を総裁にいただく委員会がですね、えー、なんとお古典の非文化基金賞を与えてしまったんですね、まあ、びっくりですねこれはね、あのー、北海道で今100年記念碁壊すの反対して今知事候補も立てて頑張ってるみたいだけどもねそういう人たちが聞いたらもうえっってな話ですよね まあまあでもね北海道と共通していることがあるんですよ、京都ってのは。何かあったら、ほとんどチャイナに変わ,われようとしていること、日本,日本で亡くなろうとしていること、そういうことに皇族が利用されているのね、これ、とんでもないことだと思いませんか、私は本当にね、また篠原が皇族攻撃を始めたというやつは、チャイナの,ねあのスパイだと思ってください、これから。 本当そう思いますよ、これね。あのー、こんなことを乗せられてやってね、で、やっぱりね、なんて言うかな、あのー、こう言ったらあれですけど、エミヤ殿下がやろうとして常々失敗することをうまく、これはね、白美族の力を借りてね、 成功例になってる方ですね、ア子コ情報展開はね、あのー。もうすごいですよ、あのー、京都市立芸術大学の客員教授ね、客員教授、いくつもやってるんですよ、国士館なんかの客員教授もやってるんだけどで、そこで実際に授業なんかも持たれてるんですね。で、専門はですね、えー、美術なんですよ、なんと。あのー、模写、模写ね、いわゆるあの有名作品をね、あのー 綺麗に模写するような技術を通じて、えー、その作品の本質に迫るものとかね、そういうようなことをね、まあ、この方、あのー、オックスフォードもちゃんと博士課程修了している方ですからね、で名誉でない博士を持っている方なんですよ。だからそういう点ではね、優秀な方なんだろうと思うんですけども、で専門についてこういう名前もついてるんですよ。在外日本美術コレクション研究ということなんですねね、えー、これちょっと、ね、後でね。 ここれまずいなっていうことになっっててとにくるんですよ何があったかね、あのー、外国の方ともかなりね、あのー、京都という場所を通じて、えー、交流があるんですよ。だからかなりね、あのー、いろんな意味でキーパーソンになろうとしてる方です、京都でね。京都ですよ。日本の皇族だけど京都ですよ。で私心配するのはね、本来、 あのーまあ、京都の方は京都の方の言い分があるのかもしれないけれども、あのー、私が言うのも口はったいんですけども、三宅とか皇族というのはやっぱり天皇を支える、天皇家を支えるというような役割が期待されているわけなんですが、この方はもう京都でお好きなことをお好きなようにおやりになってですね、えーまあ、京都に皇室を取り戻そうみたいな運動の中心になっちゃってるんですよねでこれは私は私ね。 えー、なんていうかな、極めて政治的に利用されてるって面もあるし、いかがなものかなと、これこそ、こういうことこそね、永、えー、宮家の周辺にまつわるです、ね、いろんなあの不正事も含めて、ですね皇室会議でよく話し合ったほうがいいんじゃないかなと、私は思いますけどね、えー、そうでなかったらもうこうこれ、皇室とかそういうものって、これ、形骸化してっちゃうんじゃないかな。 あのー、本当にいらないって言われかねないですよ、これ。で、結構いい思いされてるんですよね、あのコ、ー・ジョー・デンはね、えーまあ、そんなことを、あのー、私は調べて思いましたけどね、これ、どういう形でこれ公表していったらいいの、これ。いやこういう形でタラタラ話したらいいの、うん 大体うちがお話ししたら皆さんが調べてくれると思うのね、全部公開されてることだから。こうやってまとめないんだよね、みんなね。まとめたらとんでもないことなこで、例えばね、一般社団法人持ってるじゃないですか、親友社っていう、さっき言った、そこの理事の1人に、エ悦カジョー・プライス夫妻っていう、この外国人がいるんです うんうん、これすすごく大変ですよ、うん、この方ね、世界的なね、あのー、特に日本の美術品のコレクターなんですけれども、うんうん、これこれ、エミ宮とつながっていくんですよ。ミア、えー、家とつながってくるんだ。そうで、ミア家といえば、ム子さんじゃないですか。うん で馬子さんのニューヨークの方にもつながっていくんです、うん、あのつながらないけど何でつながるのまだわかんないのあのそれは事後ですこれはもうこれだけで分量がありすぎて、うん、今とてもここでまとめきれないので、うん、で中途半端に伝えても変な語句を与えたら困りますからね、うん、それはそれであの事後やります、うん、あのね苦しくも今日からね、うん あの文化庁は京都ででオープンしてんですよねで文化庁の上官、徳倉俊一と来てますけれども、あの実は前からあの繰り返し言ってる通り、えー、昭和天皇のご遺品を中心にね、えー、三笠宮殿下とかね、えー、そういう方のです、ね、コレクションをです、ね、寄付していただいて、えー、あの収蔵している三の丸肖像館ね、これの管轄って、えー、971章から文化庁に移るんですよ。 でつまり、文化庁、京都なわけでしょ。京都の方からこれ、コントロールされちゃうんだよね。で、そういうことで、えー、こういうね、あの、在外日本美術コレクションの問題ね、関、え、わ、ー、ってく人たちが、あ皇族の一人を取り入れてると、で、ニューヨークにもいるということになると、これ結構ですね、えー、皇室の財産であったものがね、海外に持ってかれるということにもつながりかねないですよ、これ。うん これは実際のお話だと思いますね、これはね、うん、京都一律芸術大学の客員教授やってる秋子女王の肩書きですね、うん、在外日本美術コレクション研究。うんうん、怖いじゃないですかう、うん。で、そういう人たちとつながってるわけですね。そうそう、実際ニューヨークのコレクターの人たちとつながってますから。うんうん、まあ、そういうことだよね。うんうん でまあ、この件はねあの例の外国人税金返さない、うん、あカーペンター、うん、カーーペンターも事後出てきますからカーーペンター出出ててくるの出てきますそれはもうまとめてあるんであの次回の「ゆるトーク」でやりますね、うん、<laughs> や,なやるやるっつってやってないこといっぱいあるんですけども今日はあきこ情報をやったから、うん、あのそのつながりでやらなきゃいけないと思うんで急きょね この人はでも、なんかなんでこんなとっぴなことしちゃったのかね、しかしこれはあれだよね、うん、あのー、まだエーミってずっこけるからさ、うん、すぐ計画が破綻するじゃない、この人はなんか、着々とやってるよそうそうそう、うん、目立たなかったと思うんだよね、エー、うん、み,みたく。いや、目立つのもそうだけど、下手じゃん。<laughs> うん、まあ、めちゃくちゃやってるからね、あの人ね。 あの<う>渡航先で遊びまくったりさ私、本当はね、他の宮家のことは言いたくなかったし、言わないでおこうと思ってたんですよね、うん、今までね。うん いうのは三宅だけにしようと思ってたんだけどでもあの京都であんなことが暴露されちゃうとね白旅族掘ってたらいくらでも出るから言わないわけいかないんですよ基本的にはこの人は今取り込まれてる取り込まれてるんですよでもねこれだけいろんなものに出て多分絶対的に美味しい芽いっぱいあってるいや本人がもう積極的にやってますよそうそうそう確信犯ですよ確信犯 うん、であれでしょ、率直にもう言うとさ、うん、お母さんともあれでしょ関係が悪いんでしょそ<う>悪いから出てっちゃったんでしょそ<う>この人はひ、うん、どういうこといっぱい言って。うん、<laughs> あの文芸集中にお母さんの悪口いっぱい載せたんですよね。うん、で、ねフェイスブックにこんな感じでね、うん、この自分のキャラも作ってるんですよ。うんね、ほら、40ですよ、40。うん きっとみんなにね、いいこといっぱい言われて、褒められて、なかなか等身大の自分が分かんないと思うんですけどもね。うん、もうでもさ、40になったらもう分別があってさ、うん、もっと物事を客観的に分かんないとだめだよね。でもちょっとね、うん、なんか、あの女武田恒康さんみたいな感じを、うんまあね、受けますね。うんまあ あの竹田恒恭さんが振られたみたいな話もありますけど、ねうん、なんかあれと結婚するかって言われたら泣いて嫌だったそ,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 そういう話もあるけどねただ似てるよね竹田研究会とこの一般社団法人持ち上げられて好きなことやって、うん、まあでもなでもあれこれあれこれさあの手つけないとこはま,まだましじゃないのわかんないけど、うん、まあどっちもどっちもどっちかね 台湾で変なことはないで皇室利用は、私は間違いないと思いますよ。皇室利用は間違いないだって皇室の人じゃなかったら、こんなにね、人集まらないし、お金だったら集まらないじゃないですか。族、うん、が利用してるんですよ、うん、あでね、怖いのはね、でもね、もう怖いと思ったのはね、このね、公益財団法人、さっき言ったね、公益財団法人のね京都文化交流コンベンションビュードをね、あの去年あの、この札幌大学のアイムの関係もね、表彰しちゃったところは、 これ、やっぱりね、こういうのって、ああ、なるほどなと思ったけど、特別参助会員のお金で成り立ってるんだよねで。特別参助会員を見たらね、京都の主要企業がみんな入ってんだよね。ホテルはほとんど100%、観光地だから、観光だからということでね。あのー、これ入らないと、 いろんな意味でその、まあ、京都市とかの監督行政でやってるもんですからね、いろんな不利益な扱いされちゃうたまらないってことで、ホテルなんかかなりお金出してると思うの、ね、で、そういう中でこれやりたい放題やってるって感じでね、まあだから、迂回文化のやつもそういう姿を狙ったのかなっていうのね、ヒントになったよね。えー、結局だからあー、観光だからって周りからお金を取ってですね、 あのー、嵐山通線から取って代わってね運営権までね全部握ろうとした方がねあれ奥野拓司ってう人はねちょっといろいろ今あの私も考えてんですけどねまた頭が来たから。